ご妊娠おめでとうございます。これから母子健康手帳と健診費用補助券についてご説明をいたします。説明の時間は約10分ほどです。なお、今からご説明する内容は一緒にお渡ししている母子健康手帳についてという説明用紙にすべてまとめてありますので、今は大体のイメージをつかんでいただき、後からこの説明用紙を振り返っていただければ大丈夫です。それでは最後までどうぞお付き合いください。今日お渡しするものは大きく分けて次の4つです。母子健康手帳本冊、健診費用補助券の綴り、横浜市の子育てガイドブックどれどれ、お持ち帰り用のバッグ、以上です。まず母子健康手帳本冊について説明いたします。母子健康手帳はお子様一人につき1冊お渡しします。手帳を受け取られましたら、まず一通り目を通し、保護者の氏名や健康状態など3ページまでの必要なところをできるだけ早めにご記入ください。母子手帳はお母様とお子様の大切な健康記録となります。健康診断の際の健康状態の参考となるほか、将来の予防接種の記録としても役立ちます。そのため病院へ行かれる際には必ずこの手帳をお持ちください。またお出かけするときやお仕事のときなど、普段でも持ち歩くようにしてください。そして妊娠中から生活や体のこと、出産後でお子様のことなどで感じたことがありましたら、ぜひこの手帳に書き留めるようにしてください。それでは母子手帳の表紙をめくってください。このピンク色の用紙は出生連絡表という届出書です。出産後に出生届とは別に区役所の子ども家庭支援課へお出しください。お出しいただくことでご自宅へ訪問する事業の参考資料とさせていただきます。横浜市では2種類の訪問事業があります。生後4ヶ月頃までのこんにちは赤ちゃん訪問では、地域の子育て情報をお伝えします。生後1ヶ月頃から4ヶ月頃までの母子訪問では、専門職がお伺いして赤ちゃんの健康状態を見せていただくとともに、育児に関する相談をお受けします。なお、このページは切り取っていただくとはがきサイズになりますので、里帰り先から切手をご負担いただいた上で郵送でお出しいただくこともできます。母子手帳の1ページ目を開いてください。このページの下の欄は出生届の届出済み証明です。この証明は出生届を提出した市区町村で押印されます。出生届を提出する際には母子手帳も窓口へお持ちください。母子手帳には妊娠中や子育てについて知ってほしいこと、出産後のお手続きなどについて書かれています。ぜひ一度お読みいただきご活用ください。続いて健診券綴りについて説明いたします。健診券綴りの表紙をご覧ください。健診券綴りには表紙に書かれている通り、健康審査などの補助券や受診券が綴られています。また金券にあたるため紛失による再発行は行いません。ご注意ください。それではこれから綴られている順番で説明していきます。まず妊婦歯科健康審査の受診券です。詳しくは後ほど1ページの説明と子育てガイドブックどれどれに挟んであるチラシをご覧ください。チラシ裏面に掲載されている歯医者さんのリストの中から選んで、事前にご予約の上、この受診券を使って検診を受けてください。次は妊婦健康審査の補助券です。この補助券は次回の妊婦健診からご使用いただけます。ただし、市外の病院で横浜市と契約をしていない病院、もしくは市外の病院で1回の金額が補助券の金額に満たない場合は、この補助券を使ったその場での精算ができません。
この場合は後から払い戻しができますので、一旦負担していただいて領収書を必ず残しておいてください。この領収書のコピーと使えなかった補助券をセットにして、出産後1年以内に申請をしていただくことで払い戻しを受けることができます。払い戻しが必要な場合が生じましたら別途お問い合わせください。次は子宮がん検診の無料クーポンです。これも詳しくは後ほど39ページ以降の説明をご覧ください。子育てガイドブックどれどれに挟んである対象の病院のリストを参考に、このクーポン券を検診にお使いください。ここまでが妊娠中のお話で、ここからはお子様が生まれてからのお話になります。お子様が生まれますと、まず病院で先天性代謝異常症等検査がありますので、45ページに綴られている申込書を使用して病院で検査を受けてください。次に新生児聴覚検査費用補助券です。これも横浜市と契約している病院での聴覚検査の際に使っていただけるものですが、使えなかった場合でも払い戻しができますので、その場合は必ず検査の領収書を残しておいてください。払い戻しが必要になりましたら別途お問い合わせください。次に産婦健康診査費用補助券についてです。お子様をお産みになったお母さんの検診に対して使っていただける補助券ですが、この補助券は使えなかった場合の払い戻しの制度がございませんので、その場合は申し訳ございませんが、費用はご負担いただくことになります。最後に医療機関乳児健康診査受診券です。これはお子様が1歳を迎えるまでに3回無料で健康診査を受けることができるものですが、使えるのは市内の限られた病院になります。事前に受診したい病院にこの受診券が使えるかどうかを確認していただき、使える病院で受診してください。なお、これとは別にお子様が4ヶ月を迎えますと、区役所で実施している健康診査の案内が届きますので、ご指定させていただいている日時に区役所に来ていただいて健康診査を受けていただきます。検診券綴りについては以上になります。横浜市から市外へ引っ越す場合は、新しい市区町村の窓口で母子手帳の転入手続きを行ってください。また検診券綴りも新しい市区町村の窓口へお持ちいただき、その自治体の補助券を受け取ってください。横浜市の補助券が利用できるのは横浜市民の間のみになります。お引越しのお日付にご注意ください。未精算の検査がある場合は、その分の補助券はあらかじめ手元に残しておき、最後の検診の日から1年以内に払い戻しの申請を行ってください。ピンク色のバッグには協賛事業者のクーポン券とマタニティマークが入っています。ぜひご活用ください。また今回一緒にお渡ししている冊子どれどれは、横浜市が作っている妊娠中からお子様の就学前までお使いいただけるガイドブックです。子育てについて悩みや不安を感じた時には、ぜひこのガイドブックと母子手帳を読んでみてください。お役に立てると思います。最後に出産後の役所での手続きについてご説明いたします。まず出生届は出生日から数えて14日以内に提出してください。里帰り出産などの場合は市外の役所で出生届を出されても構いません。児童手当は出生日の翌日から数えて15日以内に手続きを行ってください。15日を超えた申請は支給されない月が発生する可能性があるので気をつけてください。お子様の保険証ができましたら、保険年金課の窓口で小児医療証の交付を受けてください。以上でこの動画の説明を終わります。この後は専門職による面接を行います。妊娠中から子育てについてのご相談を受けたり、必要な情報をお伝えさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。